どこかで聞いた話だけど、有能な敵よりも無能な味方の方が自分の足を引っ張るっていうよね。まあ一理あるよな。内側に利敵がいるってのはひょっとする話だぜ。基本的に味方は味方として認識して作戦を組んでいくもんね。その前提が覆っちゃうってことがどれだけ恐ろしいことなのかは想像に難くないもん。誰とは言わないけどいい加減にしてほしいよね。まあその辺も含めて、今回は北朝鮮の瀬取り監視に11月からニュージーランド空軍が参加したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも瀬取りって何ぞやってなるよね。まずはじめに瀬取りとは港湾を介さず洋上で船舶から船舶へ荷物を積み替えることであり、一般的には貨物船から橋家に移すようなことを指し、国連安保理決議によって経済制裁を課されている北朝鮮はこれに違反し、石油などを東シナ海や日本海などで他国船籍の船舶から自国の船舶に移し替えることで、隠れて密輸を繰り返していることが国際問題となっているんだ。ふむふむ。じゃあ橋家は？橋家とは河川や運河などの内陸水路や通常は港湾内で重い貨物を積んで、航行するために作られている平底の船舶のことだな。北朝鮮が橋家を使って東シナ海や日本海などで違法に実施している瀬取りは、核及び弾道ミサイル開発を止めない北朝鮮への制裁措置として国連安保理決議で禁止されており、警告を無視する現状において国連加盟各国が監視を強化しているよ。最近では瀬取りを禁止させるため、2021年10月から11月上旬までの予定でフランス空軍の海上哨戒機、ファルコン 20G とカナダ空軍の対潜哨戒機海洋監視機 CP-140 オーロラが派遣されていたが、これに続いて今度はニュージーランド空軍から対潜哨戒機 P3K2 オライオンが、1月上旬から下旬まで派遣されることが決定したんだ。実はニュージーランド空軍の哨戒機が派遣されるのは、2018年9月、2019年10月、2020年10月、2021年4月から5月に続いて5度目となっており、同空軍のターボロップエンジンが4機搭載されたプロペラ機の P3 対戦哨戒機オライオンで、その運用開始からすでに60年以上経過しているが、今でも世界で運用されているほど信頼が高いぜ。双発ジェットエンジンのボーイング社の P8 ポセイドンや自衛隊では国産の P1 哨戒機に変わりつつある中で、ニュージーランド空軍の P3K2 はグラスコックピットが採用されるなど近代化が進んでいる機体となっているよ。この北朝鮮の瀬取り監視にあたっては、これまでもアメリカやオーストラリア空軍の P8A ポセイドンなども参加しており、いずれも沖縄本島にある米空軍の嘉手納基地を活動拠点にしていて、この海上監視哨戒活動には海上自衛隊や海上保安庁も任務を担っているんだ。2000年代後半から北朝鮮は核実験や弾道ミサイルの発射実験を行っており、それに対し国連安保理事会からは11回も決議が採択され、石油や軍事関連物資などを禁輸する経済制裁が2021年現在も継続されている状態なんだよね。この監視体制の中、北朝鮮が発見されにくい洋上での瀬取りで石油などを密輸しており、経済制裁の効果が出ておらず、国連加盟国は海上哨戒機や海軍艦艇、警備艇などで監視を強化しているが、2021年になった現在でも一向に収まる気配は見られないな。この北朝鮮の瀬取り監視活動参加国は、日本、アメリカ、カナダ、イギリス、フランス、オーストラリア、ニュージーランド、韓国であるが、監視に従事する艦艇が、台湾海峡を通過して移動することが頻繁にあり、このことで東シナ海や南シナ海における中国の海洋進出への牽制としての、航行の自由作戦を副次的な目的として行われているんだ。日本では海上自衛隊、海上保安庁が日本海や東シナ海における監視活動を行っているが、重点監視対象の東シナ海においては、ほぼ毎日のように中国海警局艦艇の尖閣諸島進出対応も実施しており、手薄になりがちな東シナ海中央部は瀬取り銀座とも呼ばれるほど瀬取りが横行しているんだよね。ほんと中国は迷惑だよね。むしろ二国が共謀しているんじゃないかとも勘ぐってしまうよ。2018年の1月から5月の間に北朝鮮は20隻以上の船舶によって延べ回数89回以上にわたって瀬取りを行っており、決議で制限された以上の石油を密輸したとされ、アメリカ政府は国連安保理に北朝鮮に密輸を企てる黒幕として、中国とロシアの企業が関連していることを報告しているね。2018年5月3日には東シナ海の公海上で韓国船籍のタンカーが北朝鮮船籍のタンカーに横付けしている様子が確認され、
韓国が瀬取りに関与していることが疑われているんだ。監視活動参加国に韓国の名前が挙がっていて不信感はあったけど、やっぱりって感じだね。この時の韓国政府は否定したが、韓国の各港で北朝鮮産の石炭搬入を確認されているため、アメリカ政府が7月に韓国政府とムンジェイン大統領に対して、北朝鮮の石炭を輸入することは制裁決議に反する行為だと警告しているよ。警告後も韓国船舶が北朝鮮船舶との間で瀬取りを行っていることが相次いで確認されており、韓国の輸入業者3社が2017年4月から10月にかけての半年間で北朝鮮の石炭や鉄鉱石など、約3万5000トンをロシア国内で積み替えて産地偽装を行って韓国に輸入したことも発覚しているぜ。もう確定で黒じゃんこんなの。ウィールストリートジャーナルは韓国が国家ぐるみで制裁違反を容認しているか、あるいはむしろ奨励している可能性があるとし、証拠は明白ではないが禁輸していないことは明らかであるとした上で、韓国が国際的な制裁を十分に遵守するつもりがないのではないかとの疑いが増している、と2019年4月3日に批判コメントを出しているよ。2020年12月には韓国国籍の石油化学製品運搬船のエル号が、北朝鮮船舶との瀬取りを行っていたためマカオ近海で中国海警局に抑留される事件も起きており、その現場を発見し追跡した上で拿捕し、1週間の立ち入り検査などを受けてエル号は釈放されたんだ。国連常任安保理事国である中国自ら国連安保理の経済制裁決議に対して露骨に違反を繰り返しており、北朝鮮に食料や原油などを輸出して対北朝鮮制裁委員会の報告によると、2020年に摘発された中国の制裁違反事例は60件まで上がっているぜ。そんな中国が、韓国の船舶を制裁違反として抑留したというのには寸判ものの話であるが、これはアメリカに対して北朝鮮の隣国である韓国でさえこのような違反をしているのであるから、中国ばかりを責めるなとのメッセージではないかと言われているな。この韓国船舶による制裁違反と韓国政府との間の関連性は明白ではないが、前とした様に韓国側の瀬取りが相次いで発覚していることは、韓国政府の責任論が国際社会で高まっているのは事実だよ。韓国が瀬取り監視に積極的に参加している情報は少なく、数年前の海上自衛隊哨戒機へ韓国海軍駆逐艦が火器管制レーダーを照射した事件の際も、北朝鮮の船舶が傍らにいたことから瀬取りに関与中で自衛隊哨戒機に探られないように、追い払おうとしたのではないかと見る向きもあり、国際社会の中における韓国への信用はどんどん低下しているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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